NV350 キャラバンはですね、この弟分として NV200、バネットございます。その下に NV100、クリッパーですね、これがございます。ご存知のように、NV は日産のバンで、3桁の数字は車両の総重量、これを表している数字でございます。従いまして一番下の軽自動車のバンである NV100、 これが車両総重量で1トンぐらい、まあ積載重量につきましては350キロクラスですね。でその上の NV200、 これは2トンクラスの車両総重量、積載重量は600キロぐらいですが、その上の兄貴分としまして NV350 キャラバン、これが 3.5 トンクラスまで車両総重量をカバーしておりまして、積載重量につきましては 1.25 トンまでカバーすると。あくまでも NV350 キャラバン、これは商用車ですから、商用車の基本性能、使い道の一番大切なのはワークユースです。ただこのワークユースだけでなくてですね、同時にワークユースの基本性能は決して損なうことはないということを考えた上で、ホビーユース、趣味で使われるお客様、ファミリーユース、ご家族で使われるお客様、このような使い道の機能をプラスアルファの機能として持たせた、トリプルユースの考え方で作ってきた車です。売りのポイントは大きく分けて4点ございます。1点目が燃費です。まあ、商売で使われる車、もちろん乗用車でも同じなんですが、燃料消費率、なるべく抑えたい、燃費を稼ぐためにですね、クラストップの燃費性能を持たせたい、これが1点目の売りのポイント。2点目につきましてはデザインです。エクステリアデザイン、インテリアデザイン含めまして、この車商売で使われると申しましても、やはり個人事業主の方、自分の仕事にプライドをお持ちの方いらっしゃいます。その商売、仕事で使う車として自分の仕事の誇りとプライドを表すツールとしてもデザインは非常に重要になってきますので、そういった観点からもデザインを重視した車になっております。3点目につきましては荷室です。日誌につきましてはスペースだけではなくて、その使い勝手、いかにアレンジしやすいような車にしておくかというところから、日誌を売りの3点目というふうにしております。現行車から大幅に改善した点の一つとして、日誌の長さがございます。今回の NV350 キャラバンではこの日誌の長さを現行車から20センチ以上長くしまして、3メーター5センチと競合車をしのぐ長さを確保することができました。これによってですね、今まで長物が積めなかったお客様でも積めるようになるということで、この部分につきましてはものづくり部隊のミリミリのチャレンジ、努力によって実現することができたと思っています。荷室の中での売りのポイントの一つとして、ラゲッジユーティリティナット、このキャップを外していただくと中に M6 のウェルドナット、ナットが最初から埋め込まれております。このナットによってですね、お客様がこの荷室を自由にアレンジして使っていただけるような工夫がされているということです。商売で使われるお客様、必ずと言っていいほどですね、この中に自分のご商売の道具だとか商品を積むにあたって棚をつける方が非常に多くいらっしゃいます。その棚を固定するときにですね、あらかじめ車体側にナットを埋め込むことによって、その棚が簡単に固定できる、もしくはお客様の商売で使う工具だとか商品を吊るしておけるというような機能がこのナットによって実現することができます。次の売りのポイントですが、55分割のセカンドシートです。このシートはですね、このように片手で簡単に折りたたむことができます。これによって長い荷物もしくは商品を乗せた後にでも、さらにもう1名の乗車が可能、合計で3名の乗車が可能なようなシートを実現しております。今までですと、セカンドシートは右左がつながったベンチシートになっておりましたので、折りたたんでしまいますと1人も乗車できません。それに対してこのシートですと、長いものを積むときにももう1人の乗車が可能だというところで、非常に使い勝手が良く、さらには趣味で使われるお客様にとってもですね、いろいろな荷物を乗せた後に3名の乗車が可能ということで、非常に使い勝手のいいシートに仕上がったと思っております。最後4点目につきましては、先進装備を数多く揃えております。この先進装備の充実した車というところが4点目の売りです。売りのポイントの一つでありますが、スピードメーターの部分ですね、ファインビジョンメーターというのを採用しております。今回の場合デザイン的にはブルーと白のカラーで、非常に見やすいメーター、スピードメーター、タコメーターになっております。さらにこの車の売りのポイントですが、スピードメーターとタコメーターの間にカラーの液晶ディスプレイを配置しております。これによってですね、普段は瞬間燃費だとか平均燃費、
このような車両情報を映し出すとともに、リアビューのカメラをつけることによって、高いナビゲーションシステムを買わなくてもですね、お客様安全にリアビューを確認できるという機能になっております。はい、エクステリアのポイントの一つがキセノンヘッドランプです。オプションで設定させていただきましたが、商用車だからこそ必要な装備ということで、キセノンヘッドランプ、非常に明るい視界を提供することができます。商用車、運送業の方、デリバリーの方含めて、一晩中走ったり、一日お仕事を一生懸命されて、夜道を帰ってくる場合も想定されます。そういった時に安全な視界を提供する一つの道具として、明るいキセノンヘッドランプというものも商用車だからこそ必要という観点のもと用意させていただきました。